マイク・フィギス、マイク・フィギス、ミケ・フィギス、1948年2月28日帯は、イギリスの映画監督、脚本家、作曲家。1948年イギリス、カーライル生まれ、生後間もなくケニアのナイロビに移住し、幼年期を過ごした後、8歳からはイングランド北部のニューカッスルで育った。ニューカッスル大学芸術学部に進学し、 在学中は音楽活動に没頭した。様々なバンドでプレイしたが、学友だったブライアン・フェリーのバンドザガスボードにも参加し、トランペットやギターを演奏していた。67年にロンドンで3年間本格的な音楽活動を行いザ・ピープルバンドを結成しローリングストーンズのチャーリー・ワッツのプロデュースでトンス・アトランティックレコードからアルバムをリリースした。後に同バンドは 映画、ストーミー・マンディに亀を出演することとなる。70年代には、全英演劇グループ、ザ・ピープルショーに、ミュージシャンとして参加したのをきっかけに、演技に興味を持ち、その後10年間は、同演劇グループの一員となり、世界中で公演を行い、成功を収め、批評家からも絶賛された。80年に、同グループから脱退し、王立演劇学校で映画を学びながら、 自身の劇団座ミケフィギスグループを立ち上げ、映像も組み込んだマルチメディア制作法を考案する。音楽、アニメ、映画を融合した表現を試みた、ショートストーリーズを制作、マルチクリエイターとして活躍し、レッドヒュー、スローフェイドを、アニマルズ・オブ・ザ・シティをヨーロッパで上映し、ライブアクションと音楽と映像の革新的な融合を試み、数々の賞を受賞した。レッドヒュー 英国のチャンネル4の目に留まり、スローフェードは、スティーブン・レイ主演で、ザ・ハウスというタイトルで84年に、TV 放映化され、高い評価を受けたことにより、映画界から注目を浴び、ストーミー・マンディ制作のための映画資金調達が可能となった。そして87年、メラニー・グリフィス主演による、メジャーデビュー作品、ストーミー・マンディを監督し、スティングも出演した。 同作品は英国よりもアメリカで評価され、89年にはリチャード・ギア主演の背徳の囁きを監督し、ハリウッドデビューを飾った。91年には引退していたキム・ノバクを起用し、スリラー作品、オブセッション、愛欲の幻の監督と音楽を手掛け、カルト的支持を集めた。HBO 局のオムニバス TV 番組、男が女を愛するとき三部構成の一編を、 任せられ、ヘンリー・ミラーの短編、マラを、ジュリエット・ビノシュ主演で監督し、パリで撮影した。93年には、リチャード・ギア、レナ・オリン共演の、心のままに、翌94年には、テレンス・ラティガンの儀曲、ザ・ブローニングバージョンを、アルバート・フィニー、グレタス・カッキ、ジュリアン・サンズ主演でリメイクした、明日に向かって、とうとう、魅力的なキャストを起用した作品を、 次々と発表し、アメリカでの知名度を確実なものにしていった後、ハリウッドのメジャー制作からインディペンデント作家に戻った。翌94年、英国のファッションデザイナー、ビビアン・ウエストウッドについてのドキュメンタリー短編映画、ビビアン・ウェストウッド・オン・リバジーを監督した。95年には、ジョン・オブライエンが91年に書いた半次伝小説をもとに脚色し、 ニコラス・ケイジとエリザベス・シューを主演で、ラスベガスを舞台に、自暴自棄なアルコール依存症の男と高級娼婦の絶望的で儚い恋を感動的に描いた、リービング・ラスベガスを監督し、音楽も自ら担当した。同作品は、ニコラス・ケイジにアカデミー賞主演男優賞をもたらし、その他にも計4つの主要な賞にノミネートされ、世界中の注目を浴びた。 劇中使用される音楽には、スティングが、ジャズのスタンダードナンバーを3曲提供した。なお、マイク・フィギストは、ストーミー・マンディ以来の友人であるスティングは制作費が、ギリギリだと知り、ノーギャラで承諾した。同年、フランクフルト・バレーのアバンギャルドなアーティスト、ウィリアム・フォーサイスについてのドキュメンタリー映画、ジャスト・ダンシング・アラウンドをチャンネル4のでで撮影し、ヨーロッパで放映された。 97年、ウェズリー・スナイプス、ナスター・シャキンスキー、ロバート・ダウニー・ジュニアが共演したワンナイト・スタンドでは、監督、脚本、音楽の三役をこなした。同作品で、ウェズリー・スナイプスは、ベネツィア国際映画祭主演団優勝を獲得した。同年、女性のフラメンコダンスについての、ドキュメンタリー長編映画、フラメンコ・ウィメンも監督した。99年には、 想に27年、マイク・フィギスが第1項を書き上げたのが82年をかけた映画、セクシュアル・イノセンス、現代、ザ・ロス・オブ・セクシュアル・イノセンスを、ジュリアン・サンズ、サフロン・バローズ、ジョナサン・リース・イコール・マイヤーズ、ケリー・マクドナルド等々の魅力的なキャストで完成させた。制作段階でのタイトルは、デス・アンド・ザ・ロス・オブ・セクシュアル・イノセンス、死と性的無垢の喪失だったが、 映画公開時には、ですが省略された。なお、映画の中で重要な役割を果たすアダムとイブ役には、一般オーディションを行い、演技未経験の黒人の男性と白人の女性が、選ばれた。同年、カンヌ国際映画祭の最高賞、パルムドール受賞作品、霊場、ジュリーをリメイクし、サフロン・バローズ主演による、心理劇、仮面霊場も監督した。2000年以降もなお、 実験的な作品、タイムコードやホテルホテルを監督するなど、常に新しいジャンルへと挑戦し続けているが、2003年にはブルース音楽をテーマにしたドキュメンタリー映画、レッド・ホワイト・ブルースを撮影した。2007年には英国の過激でセクシーなランジェリーブランド、エージェント・プロバカトゥア、エージェント・プロボケーターのキャンペーンにスーパーモデルのケイト・モスを起用し、 4編の短編映画、ザ・ h e 4ドリーム m オブ・ミス・エックスを撮影した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。